こんにちは。今回は韓国ドラマくんのハートを捕まえろ、キドフンの魅力に迫るについてお話しします。韓国ドラマくんのハートを捕まえろは2019年に TBN で放送された人気のラブコメディー捜査ドラマで、ソウルの地下鉄を舞台に正反対な性格の警察官たちが繰り広げる恋愛模様が描かれています。本作で広域捜査隊の刑事キムウヒョクを演じたキドフンの演技や撮影エピソードについて以下にまとめました。キムウヒョク役キドフン、役どころ、性格と魅力。キムウヒョクは厳格で謹厳真摯な性格の持ち主であり、上司派マリに対しては今日つく攻撃を仕掛ける一方で、他の面ではしっかりとしたリーダーシップを見せます。彼の高身長と優れたビジュアルも作品に花を添えています。演技の魅力、表情豊かな演技。キドフンはキムウヒョクの性格をしっかりと把握し、時には厳しさ、時には優しさや感情豊かな一面を見せる表現力に優れた演技を披露しました。特に新人警察官ユリョンムン・グニョンとの関係の変化や自身の過去や家族について考える場面での彼の演技は印象的です。撮影エピソード、空間認識能力の発揮。キムウヒョクが高度な空間認識能力や身体能力を発揮するシーンが撮影されました。これらのシーンでは緻密なアクションと迫力ある演技が視聴者に強い印象を与えました。地下鉄内での撮影、地下鉄内で発生する様々な事件や盗撮、窃盗のシーンが撮影されました。これらのシーンではキムウヒョクが状況を冷静に判断し、事件解決に尽力する姿が描かれました。歌唱シーンの印象、特に印象的だったのは王は愛するという曲で歌うシーンです。このシーンではキムウヒョクが自分の気持ちを素直に表現する姿が感動的な瞬間となりました。これらの要素が組み合わさり、君のハートを捕まえろは、キムウヒョク役のキドフンの優れた演技とともに魅力的なドラマとなっています。興味がある方はぜひご覧になってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。